강조의 불길을 세척해 지켜주었습니다. 이들의 특색 있는 요술 무대와 혁신자로 자랑높은 뉴스 오스타이시마스 모습을 객실 있게 속사하여 김일성씨의 기호시노부 권고위인회가 発足しました. 위인회와 6월 8日から 7월 9日までを 史跡をしのぶ期間とし 김일성主席の尊い生涯と不滅の業績を マスメディアを通じて広く紹介し 政治文化の催しを行うことにしました. イギリス・スコットランド基地思想勉強会の発足式がグラスゴーで行われました。発足式では声明が発表されました。声明は基地思想を研究しその普及を積極化してスコットランドの現実に具現するのに研究会発足の目的がある。尊敬する金正恩委員長に導かれる著孫は基地思想を唯一の指導思想とする自主的な国家だ。金日成主席が創始し金正恩総書記によって豊かに発展した基地思想は政治における自主、経済における自立、国防における自衛の原則を一貫させる思想だ。基地思想を通じてスコットランドの人民は多くのことがわかるだろうと述べています。国際社会が偉大な金正恩総書記の不滅の業績を熱く称えています。ロシアの平和統一党委員長は金日成主席が創立した朝鮮労働党は不滅の党としての威力を遺憾なく誇示してきた老練な党で、金正恩総書記は朝鮮労働党を導いて朝鮮の目覚ましい発展を遂げたと述べました。シリアのダマスカス大学政治学部講座長は金正恩総書記は金日成主席が創始した基地思想を朝鮮労働党の建設と活動に徹底させたと述べ、ネパール労働者農民党の国際担当部長は金正恩総書記は党内に唯一思想体系を確立するよう導いたと述べました。バングラデシュ社会主義党中央委員会書記長は金正恩総書記は朝鮮労働党の永遠なる主演として高くいただいたのは総書記への朝鮮人民の熱い敬語の面の現れだと述べました。ザンビアの新聞トップレーティングは金正恩総書記は朝鮮労働党を指導者の思想と指導を実現する思想の純潔体、組織の前立体、行動の統一体に一枚岩のような大衆的基盤を持つ党に、人民に奉仕する母なる党に発展させたと書きました。ラオスの新聞パサソンは金正恩総書記の党建設の業績は勝利一路をたどる社会主義祖先とともに永遠に輝くだろうと書きました。ポーランド祖先民主主義人民共和国探求のための国際親善発起は声明で、祖先労働党は世界の進歩的政党が見習うべき手本だと述べました。敬愛する最高指導者金正恩委員長は1902年、2013年6月15日一平革命史跡地を訪れ、偉大な金日成主席の不滅の政党の業績と祖先人民と人民軍軍人が発揮した1950年代の精神を永遠に輝かせることについて教えました。この6年間外務省と平壌北道の党政権機関、工場、企業、共同農場、大学と人民軍部隊など1500余りの団体の6万3000人以上の勤労者と青年学生、人民軍軍人が由平革命史跡地を訪れました。平壌北道のチャンソン郡にある由平革命史跡地は金日成主席が祖国解放戦争の厳しい時に朝鮮人民軍の指揮官と兵士に必勝の信念を持たせ、前線全域で反撃に移り侵略者を消滅する作戦的構想を温めたところです。朝鮮でヤンドク温泉の観光地区建設の骨組み工事が基本的に終わりました。平安南道の勤労者はわずか2ヶ月間でヤンドク郡所在地の温泉療養所地区の建物と道路周辺の数百棟の住宅、公共施設、水産業建物の骨組み工事を終え、屋根工事と内外の壁塗り工事、道路の建設で連日成果を上げています。
諸村各地で干ばつが続いています。気象局の資料によりますと、この8日から10日までの間に全般的な地域で雨が降りましたが、降水量の地域的差は甚だしいものでした。特にキョリョン川流域と東海岸の一部の地域では雨が全く降らず、または少量が降りました。これから6月下旬の降水量は、西海岸の中部以南地域で平年の70ないし 80% しかならない見込みです。リ・ビョンナム内閣府総理率いる朝鮮民主主義人民共和国政府代表団が、ナイジェリア連邦共和国の民主主義の日の記念行事に参加し、14日空路アブジャを立ちました。朝鮮の北と南の歴史的な6月15日共同宣言の発表19周年に際して、反政民族民主戦線県連支部のパクスチョル代表が15日談話を発表しました。談話は、不正主の愛国者で天が授けた名称である偉大な金正日国防委員長が、今から19年前歴史的な平安首脳対面をもたらし、6月15日共同宣言を発表したのは、数十年間凍りついた分断の壁を揺さぶり、自主統一の明るい展望を開いた一大出来事だった。民族の傑出した指導者で統一の導き手である敬愛する金正恩国務委員長は、民族に統一なった祖国を持たせるため心血と労苦の限りを尽くした偉大な金正恩主席と偉大な金正恩国防委員長の気高い意にのっとり、統一偉業の転機を開くための民族の戦いを正しく導いている。南の民衆は国務委員長の自主統一の思想と路線にのっとり、平和で共に栄える新しい時代を開くため邁進するだろうと述べています。南朝鮮の連合ニュースによりますと、6月15日共同宣言実践南側委員会が、歴史的な北と南の共同宣言の発表19周年に際して11日、国会図書館で討論会を開きました。発言した人たちは、4月27日パンムンジョム宣言、9月平壌共同宣言が発表されたが、平和の実現には難関が横たわっている。平和は外部勢力がくれるものでなく、諸村民族が主人となってその実現のために努力すべきだと述べました。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当は関東にでした。こちらは諸村の声放送です。火薬兵器の発明家チェムソン、諸村で火薬爆弾を開発したのは、918年から1392年まで存続した古領高麗時代に遡ります。火薬と火薬兵器を発明したのはチェムソンです。社会科学院歴史研究所の研究室主任チューソンチュルさんのお話です。チェムソンは14世紀前화학무기를발명해서チェムソンは14世紀末に火薬兵器を発明して、倭寇の侵入を退けるのに功績を立てた愛国者です。チェムソンは数年間の絶え間ない努力と実験を経て、国内の現状による火薬の製造法を完成し、それに基づいて火薬兵器の発明に成功しました。その後、火薬兵器は艦船に取り付けられ、倭寇を撃滅する戦いで大きな威力を発揮しました。これを封建政府は、1377年に火薬兵器の製造を司る艦長を設置し、チェムソンをその製造官に任命しました。当時、石や火や鉄片などを飛ばすいろいろな火砲が作られました。これに基づいて、1378年、火薬兵器で武装した部隊が組織されました。また、チェムソンの指導のもと、火薬兵器を取り付ける艦船の建造も進められました。火薬兵器の威力は、1380年の進歩海戦と、1383年の爆東洋海戦などで遺憾なく発揮されました。
進歩海戦の時、チェムソンは復元水として直接参戦しました。コリア人民の愛国的な戦いとともに、火薬兵器の出現で倭寇の侵入はその後はるかに減りました。チェムソンは火薬の製造法を記録した一冊の本を妻を通して息子のチェーヘさんに譲り渡しました。チェーヘさんは火薬の製造法をさらに発展させ、多くの火薬兵器を作りました。火薬と火薬兵器を発明して国防力の強化に貢献したチェームソンの名は今も知れ渡っています。火薬兵器の発明家チェームソンをご紹介しました。祖先の広報室へようこそ。近年はこの頃小雨の温度も降り、少々肌寒い陽気の日が多かったですが、皆さんの気温ではいかがですか？ええ、そうですね。5月は暑かったのに、6月に入って気温がいまいちというところですね。それからどうでしょうか？さて、この頃のスタッフには、リスナーの皆さんからお手紙がたくさん届いていますが、東京都の岡田信也さんから、10ヶ月ぶりに2通の手紙が届きました。岡田さんは、3月25日付の受信報告に寄せられたお手紙に、こう書いておられます。祖先の声、日本語放送部の皆さん、こんにちは。長い冬が過ぎて、いよいよ暖かい春が訪れました。ここ東京では春を待っていたとばかりに桜の花が咲き始め、暖かい晴れの日が続いています。この手紙が届く頃には天安の街も正月の春の祝日を控え、満開になった美しい花々で彩られるでしょう。春を迎えた天安の姿も放送で紹介してほしいです。敬愛する最高指導者金正恩委員長が今年初の政治スケジュールとして中華人民共和国に対する歴史的な訪問を行ったのにせいで、今年2月末から3月初めにかけてベトナム社会主義共和国を公式宣言に訪問しました。秀でた政治の実力と洗練されたリーダーシップで、主者の諸村の尊厳と威容を世界にとどろかせ、世界政治を主導している金正恩委員長の精力的な対外活動は、世界の進歩的人々を大きく驚嘆させました。全世界の深い関心と衝撃の中行われた金正恩委員長のベトナム社会主義共和国に対する公式宣言訪問は、朝鮮とベトナムの間の友好の歴史に輝かしいページとして記されるまた一つの重要な出来事となるでしょう。はい、これは岡田さん一人だけの意味ではありません。世界が敬愛する最高指導者金正恩委員長を政治界に現れた当初から国際社会の爆発的な関心を呼び起こす世界政治界の強制、一番影響力のある指導者、抜き入れた外交の大家、偉大な人格の持ち主だと高く称えています。音楽が好きな岡田さんはお手紙でリクエスト曲をお望み音楽の時間に嬉しく聴いたとし、こう続けました。美しい諸村の歌は深い情緒と情熱を与える生活の道連れです。生活があるところに音楽と歌は付き根の、人間の生活に音楽がなければ、そのような生活は花のない花壇も同じ、労働のあるところに歌があり、歌があるところに楽天的な生活があるという偉大な金正恩総書記の名言は、音楽と生活の相互関係についての深奥な哲学的感銘を与えています。総書記の名言を改めて心の中に刻み、一曲をリクエストします。劇員が工場からひたすら中腹に、この歌をお望み音楽の時間におかけくだされば幸いと思います。では今日はこれで失礼します。またお便りします。岡田さんは5月20日の手紙を合格になりました。約2ヶ月ぶりの手紙です。
この頃、ここ東京は日に日に気温が上がって初夏を思わせる天気が続いています。ニュースで天然郡飯和共同農場で今年初の田植えを始めたと伝えましたが、今共和国の社会主義共同農場は田植えが真っ最中でしょう。一方、諸村でひどい干ばつが続いていると伝えましたが、諸村の農業部門で干害を克服し、労働党が示した今年の穀物生産の目標を必ず達成するものと信じています。今日美しく作られている平安の町についての番組を面白く聞きました。私も放送するたびに公園の中の都市平安の壮麗な姿に感動を禁じえませんでしたが、これには村の分区域運営事業所の従業員をはじめ運営家の陰の努力が秘められていることが放送を通じて分かりました。今後多くの日本人観光客が放送して東に一層壮大に奔走している平安の誇らしい姿を目の当たりにし大変驚いています。私もすぐ共和国を再度訪問して朝と夕が異なり今日と明日が違うほど目覚ましく変貌する諸村の現実を直に見てみたいものです。岡田さんはお手紙を締めくくりながら平安のテーマにした歌2曲をリクエストなさいました。諸村語も達者で音楽も大好きな岡田さんのお手紙を拝見するたびに多情多感で正義感の強いその姿が目に浮かんできます。岡田さん、お手紙におかけになったように今度も包丁して県上委員長の導きのもと目覚ましく発展している諸村の姿を直に見て諸村人民との信頼の情を厚くすることを願っています。スタッフの皆は岡田さんの包丁を指折り数えて待っています。新潟県の石黒隆さん、石黒隆さんからも4月21日付の女子報告に添えられたお手紙が届きましたが、ご多忙な中でも放送を聞き続け女子報告を送るとその熱意に深く感動するものです。また千葉県の山田正春さんからは4月4日付の受信報告とともにいつも平安タイムズを送ってくださりありがとうございますという内容のお手紙が届きました。リスナーの皆さんからのお手紙は諸村人民を大いに励まし諸村の広報層も大いに力づけています。文通を通してスタッフとの信頼を深めているリスナーの皆さんにお礼を申し上げます。では今日のこの時間はこの辺で、リスナーの皆さん、今後この時間にまたお会いしましょう。